フォーメーションは 4-2-3-1 を予想しています。ゴールキーパーは白坂、ディフェンス最終ライン右から星、広瀬、井原、辰川、ダブルブランチ中原と木村、トップ下にロメロフランク、左に五稜、右に今シーズン初スタメンの木で、ワントップ有田を予想しています。続いてアウェーの蒲田マーレ讃岐です。こちらは 3-4-2-1 を予想しています。ゴールキーパーは渡辺健太、3バックは右から小松、遠藤、そして長谷川、ダブルボランチ下川と西本、右のウィングバック川崎、左に溝口、シャドウの位置に青戸と中村俊太、そしてワントップ松本光平を予想しています。さあ有田がこのボールをコントロールできるかどうか。セカンドボール詰めていったのはロメロフランク、その前に西本の対応でした。蒲田マーレ讃岐、そしてディフェンダーからロングボール、セカンドボール青戸、青戸から左サイド中村俊太、かわして左足のクロスボールヘディング、あっという間の先制点、蒲田マーレ讃岐。松本光平2試合連続ゴール。今シーズン8ゴール目。ここは揺さぶりをかける、サイドを変えていこうという鹿児島。さあロングボール、辰川から有田を狙ったボール、セカンドボールはどうか。鹿児島五稜が抑える、右足のクロスボール、有田のシュート、なんとかクリアしました。讃岐1人選手が倒れていますがプレーは続行します。今シーズンの讃岐はクロスボールからの得点が5ゴールと得点パターンの中では最も多いんですが、このクロスボールから先制ゴールが生まれています。さあ鹿児島の逆襲、五稜中に切れ込む、カットインしてシュート打っていった、決まった、同点に追いつきました。鹿児島五稜のシュート、最後は有田が触ったでしょうか。左サイドから中にカットインして得意の左足ミドルシュート、ゴールネットに突き刺さりました。ロメロフランク中に預けて、木村からもう一度ロメロ、前を向く、中に入って五稜、星のクロスボール、あっとこれは手に当たって PK の判定。星のクロスボールが讃岐のディフェンダーの腕に当たったという判定。さあ有田決めた、鹿児島逆転、有田光輝今シーズン12ゴール目、2試合ぶりのゴールです。キーパーの位置をよく見て落ち着いて決めていきました、鹿児島のエースストライカー有田光輝。五稜から中原、星光太、中に切れ込んで右足のクロスヘディング、有田光輝今日初のトリック達成、3ゴール目有田光輝。右サイドから星のクロスボール、ニアサイド頭で合わせていきました、背番号9番有田光輝今日3ゴール。青戸から溝口、足元つないで代わって入った後藤、中村俊太前向く、右足シュート、1点返しました讃岐。素晴らしいミドルシュート、中村俊太。今日ワンアシスト1ゴール、中村俊太今シーズン初ゴール。一旦下げる、そして長い笛、試合終了。勝ちましたホームの鹿児島ユナイテッド、エースの有田光輝ハットトリックの3ゴール。
得点は3対2。ホームの鹿児島、エース有田の3ゴールで勝ち点3を手にしました。